はい、皆さんこんにちは、あげおです。今回は新潟大商店の最終予想となります。まずは今回の追い切り上位3頭を紹介していきます。追い切り3位はシーズンリッチです。最終追い切りで姉妹11秒フラット、1周前もパワーの外を回って姉妹11秒1をマークするなど、この中間は鋭い末脚を連発しています。前走は休み明けにもかかわらず最終追い切りで姉妹12秒台、一度も早い全体時計を出すラインなど仕上がり的には微妙な印象もありましたが、今回は叩き2走目で調教強化、前走以上の状態と見て間違いありません。能力的に足りるかどうかは分かりませんが、今回はこの馬としてはいい状態、毎日愛と遜色ない仕上がりになっているかなと思います。追い切り2位はノッキングポイントです。1周前に南ヨットサンハロン35秒台、速いラップを刻む動きができていました。最終追い切りも3頭合わせの真ん中で手応えよく回ってきて、楽々合わせ馬に先着するなど調教での動きは申し分ありません。戦争が調教でいい動きを見せていた割に案外の結果になったのは気がかりですが、初めての立冬滞在で難しいところがあったかなという印象ですし、見本に戻っていい動きを見せている今回は一気の巻き返しがあって良さそうです。そして追い切り1位が養蜂レイクです。1周前にシーウッド6ハロン80秒4、これまでの中で2番目に速いタイムをマークしてきました。この時は姉妹11秒1でまとめて、最後は合わせ馬を突き放す動きを見せるなど全体よし姉妹よしの内容でした。最終追い切りこそハーノで姉妹10点の形でしたが、1周前の段階できっちり仕上がっているでしょう。休み明けだった前走は最終追い切りまでトーデュースと合わせ馬をするなど直前まで高い負荷の調教をこなしていましたが、今回は最終追い切りをハードにやるまでもなく仕上がっているという感じで、これは叩き2走目で順当に良化してきています。長期休養を明けだった前走でもいきなり好走しましたが、今回はそれ以上があっていい状態です。ここへ向けて万全の仕上がりでしょう。というわけで今回は養蜂レイクを本命にしたいと思います。この動画が良かったぞという人は高評価、チャンネル登録で応援していただけると幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。